ある田舎の古い家に、おばあさんと猫が暮らしていました。猫はおばあさんのことが大好きで、いつもおばあさんのそばにいました。おばあさんも猫のことが大好きで、いつも膝の上に乗せたり、頭や喉を撫でたりしていたのでした。そんなおばあさんと猫を引き離そうとする人間が現れます。おばあさんの娘です。娘は普段は遠い別の町で暮らしているのですが、週に2回ほどやってきて、何かあった時に心配だから、とか、何とかと言って、おばあさんに、施設、というところへ入るように、しつこく言うのでした。おばあさんは、住み慣れたこの家を離れたくない、と嫌がります。嫌がっているのに、娘はしつこく、しつこく、おばあさんに言うのです。この前は廊下にうんちを漏らした。おしっこを漏らした。お風呂にも自分ではなかなか入れず、不衛生で臭い。どうしても施設に入らなければいけない。娘の言葉はとても冷たく、ピリピリしていました。猫はそういう娘のことが大嫌いでした。娘がやってくると、思い切りうなって、飛びかかって、顔をひっかいてやることもありました。猫はおばあさんといつまでも一緒にいたかったのです。娘はそんな猫を疎ましく思い、井戸に落っことして殺してしまいました。そして代わりに別の猫を与えました。おばあさんは猫が変わったのにも気がつかず、新しい猫をとてもよく可愛がりました。新しい猫は毎晩、おばあさんの布団の中で囁きます。おばあさん、おばあさん、僕と一緒に施設に行こうよ。きっととっても暮らしやすいよ。大好きなおばあさん、僕と一緒に施設に行こうよ。おばあさんは猫に言われて考えます。確かに今の状態はみんなに迷惑をかけている。思い出の詰まったこの家を離れるのは寂しいけど、猫は囁きます。思い出はどこに行ってもなくならないよ。それは心の奥の大事なところにしまってあるものだから。おばあさんは決心しました。あくる日、おばあさんは猫の運転する車に乗って、遠い、遠い町にある施設へと旅立ちました。きっとこれが一番いい。おばあさんはそう思ったのでした。見送る人は誰もいません。おばあさんと猫の暮らした古い家だけが、ぼうぼうの雑草の中にポツンと取り残され、いつまでも佇んでいるのでした。